今月もこの時間がやってまいりました。リニューアル第2回目ということで、今日も素敵なゲストを迎えてお送りしたいと思います。ルームライブのお時間です。イエーイ。私と一緒に番組を盛り上げてくれる天の声ご紹介しましょう。天の声、富樫洋介。お疲れ様。あ、今日ね、見て私の膝。え？前回私たちがさ、はい、罰ゲームでさ、うん、嗅がせていただいた社長のね、香ばしい香りあったでしょ。前回は、ええ、見てなかった人のために言うと、はい、罰ゲームで、うん、このお猫さんのうちの社長のね、尿が染み込んだ猫砂をですね、袋に詰めて全力で嗅ぐという。あれ結構きつかったよね。外国のアダルトビデオみたいなことをやりましたね。健全な番組だからこれね。全然健全なこと言ってますよ。本当に頼みます。本当にもうね、そんなもう、まあ、でもあれだ よ、きっとさ、猫界からしたらさ、なんかきっと美人の猫だからさ、はい、もうなんか格は、はい、すいませんでした。はい、次に行きたいと思います。はい。さあ、それではですね、クレちゃんにさっきさっさっさとゲストを紹介しろと言われたので、本日のゲストを紹介したいと思います。はい、はい、あ、実はですね、今回のゲスト、うん、2回目なの、出るの。あれ、呼ぶ人いなくなったの。そんなことじゃないの。あ、そういうことじゃない。そう、あのね、なんでかって言ったらリベンジマッチをしなきゃいけない相手だったのよ。あ、今回。なるほど。そうだ、去年の3月に一回ご出演いただきました方でございますね。はい、はい、じゃあですね、ご紹介いたしましょう。札幌で活動しております、お魚専門シンガーソングライターの出た斉藤優くん。うわ、出ました。はい、どうも、魚です。どうも、魚です。はい、よろしくお願いします。お久しぶりでございます。お久しぶりです。久しぶりでございます。はい、こまいこまい感慨こまい僕をマヨネーズに浸してくれ。こまいこまい感慨こまい氷の下の魚と書いて。昨年のですね、はい、3月にご出演いただいたんですよ。早いですね、もう年はもう3月を超えてね、もう6月、うん、6月だから1年半までいかないけど、そんなに経つんだね。早いですね。早いんだわ。前回はあの釣り対決、黒潮、はい、早いんですよ、黒潮って。はい、そうだよ、現場から以上です。そうだよ、はい、あの、ゆうくんちょいちょい入れてくるからちゃんと聞いてるんだよ。いや、あのさ、ゆうくんのさ、はい、ギャグが高度すぎてだね、この間のさ、この間っていうか前回の時もそうだったけど拾えないのね、うん、もう一個聞き逃してるからね。あ、本当？そうだよ。久しぶりのブリをもう聞き逃してるからね。ブリ、ブリ美味しいですね。ブリ刺し好きです。実はですね、前回ご出演いただいた、はい、前回ご出演いただいた時に、はいはい、あの便利グッズすごい好きだとおっしゃってて、ああ、そうですね。そう、便利グッズが好きだということで、はい、あのね、調べたの、お魚の鮮度が分かる機械があったらいいなって言ってたでしょ。はい、言ってました。そう、あれネットにあったさ。あったんですか？そうなの、あったの。 あのね、調べたところね、はい、楽天さんでも売っておりました。フィッシュアナライザー、そのまんまですね。そのまんま。そう、あのなんかね、こうさ、首の後ろにパチパチってやるやつあるじゃん。パチって、よくコナンとかなるやつ。スタンガン？スタンガン？スタンガンみたいな。そんなオーソドックスなものじゃないですよ、スタンガンって。そうだよ、うん、首にバチバチってやるものあるじゃん。スタンガンの形状をしてて、はい、そう、本当はね、用意したかったんですけど、めちゃくちゃ高かったの。さすがにね、ちょっと用意できなかったんだけど、はい、なんかこれが魚だとしたら、はい、魚のなんかね、第一ヒレと第二ヒレの間にほっとやるだけでね、鮮度がわかる。何でわかるの？さあ。お前、調べとけよ。なんかさ、あるじゃん、その数字が出るとか。数字とかね、メモリーとか。でも多分ね、数字なんだと思うよ。多分ですからね、うんうん、そう、多分なんかね、そんなさ、入り口しか調べないの。あ、すごい、あるんだ。すごい、いや、感動したの。え、そんなこと調べられるんだと思って、
それを感動してそこで終わっちゃったんだけど、はい、でもこれ恐ろしいですね、うん、そうですよ、もし俺たちの鮮度を測れると思ったらさ、第一脇の下、脇の下第一脇と第二脇の下ではいはい俺たちの鮮度を測ったらどうなると思う、うんうん、これがあの海の状態でいうとなぎがいいっていう状態になりますね。はい、じゃあ次に行きたいと思います。はい、お願いします。はい、それでは行きましょう。こちらのコーナーでございます。はい、教えて斉藤優一問一答。はい、ではですね、うん、本日も5問優、はい、くんへのご質問をご用意させていただきましたので、はいはい、その場の直感とノリで答えていただければと思います。はい、はい、では1問目、じゃじゃん。前回ご出演の際にですね、はい、私たち、ジュン、それから天の声、戸賀洋介、うん、はい、この2人を魚に例えるなということで、うん、ゆうくんに例えてもらったんですよ。で、私はミジュン、回遊魚、はい、そして戸賀さんはカサゴだったんですけど、うん、ご自身をお魚に例えるとしたら、自身、そう、ぜひね、理由とともに教えていただきたい。これね、前回聞き忘れちゃったなと思ってね。ご自身ですね。これ難しいですね。ね、自分をさ、魚に例えるとさ、父さんだったら何？え？俺が言う、魚に自分を今例えたな？マンボウとか何が面白いの？純ちゃん？すごい、すごいですね、これはね。すごいよね。これはすごい。マンボウでこんなに。大丈夫だよ、私なんてチンアナゴみたいなもんだからさ。純ちゃん何なのさ？うん、なんかチンアナゴみたいな。めちゃめちゃ人気者じゃないですか、チンアナゴなんて。いや、ちょっとさ、すごい、やっぱりさ、人気者になりたいじゃん。あ、ね、あ、それはありますね。そう、希望的観測よ、うん、じゃあ俺フグがいい。あ、いいね。フグはめちゃめちゃいいですよ、ね、美味しいんでしょ。食べたことないけど、毒がない魚よりこう毒を持ってるっていうのはちょっとかっこいいですよね、うん、そうだね。あ、なんか一筋縄ではいかないみたいな。毒のある男っていうのはやっぱセクシーだからね。うん、セクシー。 なんかいいね。そう、そんな感じでね、斉藤優を魚に例えるんだったら、例えたらなんでしょうね。なんかさ、こう自分のさ、キャラクターというかね。そう、キャラクターとかね、キャラクターとかね、性格とかさ、うん、そう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 、そういうのをさ、なんでしょうね。あったかいとこが好きとかさそう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 、私だったらさ、言ってくれたように回遊魚って言ってくれたでしょ。はいはい、そう、元気なイメージで、元気なイメージ、そう、なんか元気なイメージ、そういう感じよね。そう、自分の性格をね、多分持ってきたら早いんだろう ね。性格はね、そう、あのブラックなんですよ。そうなの？結構ブラックなんですよ。うん、うん、なんか黒ソイですね。え、なんかかっこよくない？黒ソイしかも美味しいじゃない。美味しいんですよ。例えば、まあ、環境問題のことをね、ポップに歌ってるけど、はい、めちゃめちゃ黒い部分を歌ってたりするわけですよ。だからこう、めちゃめちゃ事実をこう見てるんですけど、あの外見はこうポップな感じ、うんうん、まあ、で黒ソイは逆ですけどね、見た目が結構ね、見た目はね結構強い感じですけど、中身はこう白いみたいな感じですけど、うん、まあ、そういったこう感じになったらいいなと、ギャップだね、環境とかもね、はい、なったらいいなっていう感じで、ブラックって感じですね。なるほどね、うん、なんか答えになってるか分かんないですけど、いや素敵ですよ。じゃあですね、2問目いきましょう。じゃじゃん。学生時代山岳部だったということを聞いたんですよ。はい、そうなんです。まさかでしょ、逆だよね。山岳部。そうなんです。そう、海だけじゃなく山にも詳しいということなんですけど、はい、斉藤伊代が感じた山にしかない魅力は。あ、山にしかない魅力ね。そう、まあ、何点かあるんですけど、まず1点目は植物なんですけど、うんうんうん、高山植物っていうのがあって、うんうん、山の本当に何メートル、標高何メートル以上にしか生えてない草とか、はいはい、木とかがあるんですよ。ハイマツっていう松だったりとか、はい、そういったその植物を見るのがまず好きなのと、うん、あと最初こう山を登るって時に、登っても釣れないじゃんって思ったんですよ、魚ね。そりゃそうだよこれ登る意味あんのかって思ってたんですけど、うんうん、よくこう登った人にしかわからないってあるじゃないですか。私実は登山好きで、はい、あら、この間ね行ってきたの、うん、タルマエ山っていうあの支笏湖のはいはい、はい、ところから見える結構大きい、うんうんうん、標高1000メートル弱ぐらいのところ登ってきたんだけど、私はね登山すごく好き。登った人にしか確かにわからない哲学があるよね。わかんないです。そう、うん、なんかすごい綺麗ですよね、達成感と。そうなのよね、達成感もあるしさ、うん、あとなんだろうね、こう登っていくまでにすごいドラマがあるのよ。
その植物的にも、あの生えてる植物もどんどん変わっていくし、うんうん、プラスなんかなんていうのかな、その険しいところもあれば、はい、崖みたいなところもあったりとかして、はい、逆になだらかなところもあるのね。それがねすごいなんかね、いろいろ考えさせられるのよ。ほう、人生ですね。そうよ、ね、結構言うよね、山登り好きな人さ、うんうん、山登りは人生だって言うよね。そう、でもね、あの登った後ですね、下山が辛いよね、うん、やっぱりあのさ、はい、登ってくたびにさ、後ろ振り返るとさ、はい、これを降りるのかみたいなさ。そうなんですよ、そうそうそう、登って終わりじゃないってところがまた、あれがきついなって思うんだけどね。とかさ、どう、登山とか。山山ね、まあ、学生の時に僕放送局だったんですよ、はい、部活というかそういうのが。さすが天の声で、当時その丸山あるでしょ、はい、あそこにあの88箇所ってお地蔵さんがこう並んでる ルートがあって、はい、まあ、そこを登ってなんか その取材をするみたいな、まあ、番組を作る、外だけもあったんだね。番組を作るのに、まあ、そこをテーマにして作ろうって取材に行った時に、あのお地蔵さんを撮ろうとしたら、あのビデオカメラがおかしくなるっていう。やだー、そんなことあるの。すごい体験をしたなーっていうのを今思い出したな。え、怖っ。あの誰も撮ってない、誰も撮っていない、あのお地蔵さんのアップがね、ずっと映ってるテープがスピリチュアルあったりっていうのがあったな、山は。それさ、あ、そうなんだ。二度と行きたくなるね。え、ちなみに二度と行きたくなるあ、間違えて、行きたくなくなる、ね、ちなみにさ、今まであった海、はい、山込みで最大のピンチは、まず、うん、安全な釣りしかしないし、はい、安全な山登りしかしないし、素晴らしい気分ですね。もうね、あのなんていうの、こう段取り8割じゃないですか。あ、そっか、全て、うん、なので完璧な釣りと完璧な山登りしかしないので、こうピンチってことがあんまりない。なんか1回くらいさ、船釣りでこうさ、船が転倒したみたいなさ。転倒、もうなんていうの、転覆ですね。もう事故ですよね、もうね。ピンチっていうか、もうピンチを超えた、うん、はい、ニュースだよ。ピンチ、ニュースですねあ、そうなんだね。そういうことってないんだね。でもなんか、なんだろうな、あの溺れてる人を助けたことがたくさんあって。え、結構溺れてるの人。そうなんですよ、中学生とかおじさんとか、うん、溺れてる人を助けたことがもう30回以上あって。そんなに。もうライフセーバーでしょそうね、海上保安庁からも表彰されたりしてるんですけどね。すごい、まあ、それはね、あの理由としては海にいる回数が誰よりも多いからっていうだけなんですよ。あ、よく見かけちゃうんですね。そうなんですよね。なるほどね。あ、またあいつだみたいな感じになるのね。なんかその離岸流に溺れてる人ってずっと沖まで流されてくるんですけど、うんうんうん、その離岸流の瀬戸際を見極めなきゃいけなかった時はピンチだなと思いました。全然わかんない、何離岸流って。なんか離れていく流れがあるんだ。あ、そうなるほど、なるほどね。じゃあ3問目いきたいと思います、はいはい、じゃあ、あのご自身の癖はあらゆる刺身を電球にかざして透けた光を見て美しいということらしいんですけれども、はい、伊沢龍さん、間違いないです。これまで最も綺麗だったお刺身は。最も綺麗だったお刺身は、ね、ツイッターで見たんだけど、マコガレイですね。マコガレイ、はい、カレイってことは白身だよね。白身ですね。白身なんですけれども、うん、そのこうかざした時に、もうなんていうんでしょう、こう透明かつ、はい、あの虹色がこう差し色で入ってるんですよ、うんうん、あ、そうなの。あの新鮮なやつだけに入るやつ。新鮮、それは違うの。それは実はあの物理学でイリデッセンス効果って言って虹色に光る現象なんですけど、うんうん、それってもう生きとか鮮度関係なく、その魚の個体の油の入り方とかにもよって違うんですよね。でそのマコガレイちゃんは ものすごく美しくて、そうなんだ、めちゃめちゃ綺麗でした。万華鏡とか作ったらいい感じになりそうじゃない。万華鏡、なんか手作りの万華鏡とかさ、よくさショップで見たりするんだよ、こう。それで、ね、どこのショップにあんだよそうですね。いや、あの、うん、それでさ、ちょっとさ、魚とかでさ一回作ってみてほしいけど。刺身とかで、そう、すっごい臭いと思うけど、いろんな刺身をこう合わせて、そうね。でちなみに私ね、クラゲすごい好きなの。クラゲ、そう、深海にいるクラゲとかさ、手の子さん知ってる？クラゲは知ってるよあのね、クラゲマジで綺麗なのよ。あれはあのこう透明なんだけどね、すごい素敵ですよね。すっごい素敵ですよね
すっごい素敵ですよね。はい、では次行きたいと思います。4問目です。じゃじゃん。今月6月15日はご自身のお誕生日ということで、おめでとうございます。ありがとうよ、ありがとうございます。やりましたね。ありがとうございます。6月ですもんね。そうですよ、6月15日。今一番斉藤優が欲しいものは何かありますか？欲しいものは、シマノのリールですかね。え、何それ？シマノっていうメーカーの、なんて言うんでしょう、あの音楽で例えたらフェンダーみたいなもん。あ、そういうこと。シマノのリールって言ってか、シマ、あ、ちょっとまだ発音が良すぎて、すみません。シマノのリールですね。シマノのリールね、はい、あ、リールね。リールが欲しいですね。島なのかと思ったらごめん、本当。島でも、もう欲しいですね、島もらえんだったら。ね、伊予島ね。はい、伊予 島もらいたいですね。どのくらいのサイズ？結構いいサイズ？いや、結構その海岸とかもあって、崖とかもあって、いろんなタイプの釣りができる。いろんな食べ物とかね、あったりとか。ダッシュ島みたいな感じ？やりたいですよね。無人島は絶対楽しいですよね。楽しそうだね。トカさん絶対やらないでしょ。何？島？うん。島で、その要は畑作ったりとか？そう、私のイメージでは天の声さん、あのインドアなんですよ、めちゃくちゃ。そうだよね、すごいインドアだよね。アウトドアとかもあんまりしてるイメージないから。だから、イユ君は、はい、そのお魚をね、光にかざして美しいって言うじゃない、はいはい、僕はもう家の中で、はい、あのパソコンのキーボードのそのキーの間のあの光ってるやつね、幅、ゲームのやつみたいなやつ、幅、キーピッチとかを見て、はい、いやすごい素敵なキーボードだなとか。あー、でも分かる気がする。分かる気がするの。いっぱいある。いっぱいありますよね、やっぱね。いっぱいある、そういう世界って、価値観って面白いですね。すごくわかります、その鱗と鱗の間とかね。あ、なんかそんな感じ。そういうことですよね。鱗と鱗、マニアックな、あのスタンダードってこうだけど、はい、ちょっとずれてる子とかいたりしたら、あれってなるじゃない。そうなんですよね。はい、じゃあそれでは5問目いきたいと思いますね。愛おしいですよね、はい、それでは最後にですね、あの現在ゆうさんはラジオ FM ノースウェーブゴゴラジにて月一でイレギュラーラジオとして魚についてお伝えする、はい、イユのトトトークを担当されてらっしゃるということなんですけども、はい、うん、はい、明日からみんなにどやれるお魚豆知識をカメラに向かってぜひ最後にどうぞ。知りたい。なんでしょうね。トリビアみたいな。トリビアみたいな。そう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 、うん、でもなんか疑問を残した方がみんな調べてくれるかなと思うんで、はい、うん、続きはウェブでっていうところで、はい、鮭はサーモンじゃない。嘘、マジで？そうです、ね、そうなの？そうなんです。私の生き方間違ってたかもしれない。生き方？それとも
ドクターフィッシュ、君のかかりつけさ、君は何よりも笑顔が似合うと思うんだ。僕はドクターフィッシュ、どんな些細なことも君のことならばわかるんだ。いつでもここへおいで、何でも話しておいで、いつでもここへおいで。おはようございます。おはようございます。今回我々は前回のリベンジを果たすため、ここ小樽港にやってきた。それではお二方、意気込みをどうぞ。しゃ、どうぞ。譲るんかい。私は今日ね、見よう、しゃ、私は今日80メートルの8メートルのカジキマグロ釣るから。頑張りたいと思います。8メートル。それじゃあ80センチじゃん。はい、いいですか。はい、それでは開始、バトル開始いたします。よろしいでしょうか。お願いします。しゃ、それでは思いを込めて投げていきたいと思います。行くよ、あさみちゃん。うん、行くね。どこ行った？右。右に行ったんだけど。前の人が来たんだ。ガシャンだ。ブラーは巻きながらやるやつですね。投げてもよし、落としてちょんちょんってやってもよしです。シャラ、へちゃら。最近流行ってますね。シャラ、へちゃら。しかも多分最近。動かなくなった。ね。あとはちょんちょん。いや、見えないんだけど。見えないんだけどね、意外とこういうところとかにいたりするわけ。来た、当たりあるよ、これいけるよ。ヒット。お、はい、はい、お、先に釣れました。はい、おお、一匹目ですね。一匹目ですね、かわいいですね。エゾメバル様釣れました。
ちょっと上の方にいると思うのでちょっと上の方で停止しながらキングしたいと思います。はい、はい、釣れました。嘘でしょ、なんでちょっと早くない？はい、なんかちっちゃいの釣れました。いやちょっとめちゃくちゃいるよ、いるんだけど、いや難しい。はい、釣れました。まあセルナチャラヘチャラ。8メートル。あ、お、釣れてるじゃん。あ、違う、海藻。ちょっとそれアップで。アップで撮って。これさ、でもさ、こういうさ、味噌汁に入ってるよね。赤いやつ。それの仲間かな。なんで目そらしたの？私も魚。食べたんでしょうね。またホット来たいと思います。なんかかっこよかったよ今。あ、来たー、ニシシシ。1メートルの UU も使えるじゃん。怖い、釣れた。釣れたのすごい、大ニュースですね。全然違いますね。全然、あれ8メートルあったら怖い。驚くほど違う。あ、きっと。はい。はい、釣れましたね。ガヤちゃんです。お、ちょっと大きい。ちょっと大きい。釣れました。ガヤちゃんです。30分経ちました。はい、超過報告ということでお二方から何匹釣ったか聞きたいと思います。それではまずジュンさんから。なんでジュンからだとさ、もう絶対それさ、私の方が少ないと思ってるでしょ。3匹です。可愛いでしょ。ほらこれがね、ちょっとでかいんだよね。ちょっとなんかあのイケスっぽい感じ。はい、ではゆうさん。はい、7匹です。なんか1個交換しない。ここでルールを説明しよう。今回の釣り対決はポイント制となっており、1匹釣り上げることに1ポイント、さらにサイズボーナスとして10センチ超えることに1ポイントずつ加算されていく、ね、測っていきますね。はい、まず1匹目。あ、かわいい。お、10センチ、11センチぐらい。11センチ、10センチを超えましたのでプラス1ポイント加算、2ポイントあります。11センチ、2ポイントです。2ポイント、5ぐらいかな。2ポイントです。はい、じゅんさん6ポイント。6ポイント。お、12センチ、2ポイント。12センチないぐらい。ないぐらい、ないぐらい。2ポイントですね。
はい、ということで第1回戦目超過報告、じゅんさん6ポイント、ゆうくん14ポイントということで、14ポイント、ここでじゅんさん救済措置としてルールが加わります。え、本当？今回ですね、室長特製お助けカードがじゅんちゃんに、室長室長、私に優しいんですよ。優しいですね、はい、いつも負けてるんです。はい、こちらヘルプカードは3枚じゅんさんに渡されます、はい、好きなタイミングで使って結構、はい、そしてその内容は室長から説明を聞いてください。はい、こちら室長お助けカードになります。はい、はい、そして内容はじゅんさんにのみ見せますので、はい、室長と一緒に見てね。かっこいいね。なんかすごいかっこいい、おしゃれよ。はい、室長今回マリンだね、じゅんちゃんだけが、私だけそう。あ、なるほど、はい、私は海を見てる。説明は後でします。はい、わかりました。これもう見ていいの？見ていいよ。コイン出したんですよ。はい、カメラね、カメラ、うん、カメラ見せない、カメラ見せないように。あ、そっか。室長はい、マジで。このカードは次のラウンドで好きなタイミングで使います。どんなお助けカードが来るかは、これはね、ゆう先生、はい、ゆう先生が強いのが仕方ない。なんだろう、なんかイケスから5匹もらうとか怖い。それでは第2ラウンド行きましょうか。これ好きなタイミングで使っていい、好きなタイミングで使っていいですよ。いつでもいいの、いつでもいいです。いつでもいいんだね、分かったよ。それでは第2ラウンドスタートで、はい、はい、エクゾディア室長カード、恐ろしいですね。本当に恐ろしい。こんなコープ札幌みたいなことある？すごいよ。コープ札幌。だった。怖い、室長のカード。恐ろしい。神のカード。神のカード、エクゾディア。敵は室長だったみたい。